1988年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。西広島駅左方向にある木々に囲まれた敷地が朝日山神社。参道お指ずっこけ三人組の看板。朝日山神社は広島県広島市西区鯉にある神社。地元では鯉の神社と親しまれている。現存する被爆建物の一つ。 本殿に、沖縄大姫命、本田明の命、宗方三女神が祀られている。創建年は不明。神宮皇后による生成の際、皇后がこの地にあった船着き場に立ち寄ったのを機に、創建されたとされている。1555年、五島の戦いで、毛利元成が五島へ向かう前に、ここへ、必勝祈願に訪れた。その際ちょうど朝日が昇ったため、 元なりは紅葉師式を高めたことから、この付近の山を朝日山、社名を朝日山八幡宮と名付けた。現在の社殿は1937年、改修工事の時に整備されたもの。1945年広島市への原子爆弾投下により被爆。爆心地から約 2.80km に位置した。爆風により、本殿を除く社殿屋根が吹き飛ばされ、倒壊。 えまは少し傾いた。旭山で山火事が起こったが、地元消防団の活躍と黒い雨により消火されたため、神社は消失を免れた。1948年に残った部材を用い、修復された。ありがとうございます。